こんにちは、増山玲奈です。本日は、元同志社大学教授で公共貨幣についてアメリカの連邦議会で報告をされたこともある世界的な第一人者でおられます山口薫先生にお話をお伺いします。こんにちは。こんにちは。先生はそのアメリカの連邦議会で、この公共貨幣について訴えられたということなんですが、この公共貨幣というのは具体的に言いますとどういった内容 の、 ことなんでしょうか。ですね、もともと1929年にアメリカで大恐慌が起こりまして、その時にですね、なぜ大恐慌が起こったのかということで、アメリカの経済学者はですね、その原因を追及したわけですね。その時に出てきた考え方が、現在の貨幣制度っていうのは債務貨幣制度と言われるシステムで、銀行が無からお金を創造していると。でそれが大恐慌を引き起こしたと、そういう経済分析されたわけですね。それでその当時シカゴ大学にいた6名の研究者がそれに代わる銀行改革のプランっていうのをルーズベルト大統領に密かに提案したわけです。でそのタイトルが銀行改革のためのシカゴプランという形で、シカゴプランという形で呼ばれてきたわけですね。ところが残念ながらそのシカゴプランっていうその考え方は現在の金融制度根本から覆すそういう大改革だったわけで、それはウォルガにとっては受け入れられないということで、その後タブー視されてずっと経済学から抹消されてきたんですね。でところがリーマンショック以降ですね、もう一度なぜこういうようなリーマンショックがね、大規模な後に起きたのかということで原因追及していく過程で、私自身もシカゴプランのような考え方でもう一回考えれば経済システムが再構築されるんじゃないかなということで、モデルを用いて研究を始めたと。でそれがシカゴプランっていうその時のシカゴプランっていう名前知らなかったので、私は公共貨幣っていう新しいその名前の読み方で読んだ方がいいんじゃないかなっていうことで、それで公共貨幣システムっていう制度を提案して、でそのモデルを学会で発表したわけですね。だからそれをたまたまです、じゃあそういう内容の話だったらぜひともね、アメリカ議会のブリーフィングっていうところで話してほしいと言われまして、それでワシントンに話させていただいたと、そういう経過があります。なるほど。ワシントンで発表されてから世界的に反響があったということなんですが、どのような反響や反応があったんでしょうか。ですね、まず直接にはですね、あんまり反響っていうのは伝わってこなかったんですけども、間接的に同志社にこういう先生がいてこういう研究してるということが伝わったみたいで、ある人からですね、アメリカからこういうアメリカ先生からこういう先生がどうしたらいいんじゃないかなというふうな問い合わせがあったとかですね、そういう形で私のところに連絡が来ました。それからあとロンドンビジネススクールの方でもね、そういうことが話題になって、で日本から訪問した人がね、そういうロンドン経由でこういう先生が日本にいるっていうことを知ってきたという形で、私に面会に来られた方もいました。なるほど。その時点では先生は同志社大学 の、 教授でおられたということなんですが、はい、その後その発言をきっかけかもしれないという形で今はご退職されている、はい、ということなんですが、はい、一体どういう経緯があったんでしょうか。私はね、公共貨幣っていうのはね、単なる貨幣改革じゃなしに環境保全ね、これからの地球環境に優しいそういう社会を作っていく根本的なね改革だっていうふうに考えましてね、それで同志社大学でその時にはたまたま英語の MBA プログラムっていうのを立ち上げる、そういう準備をしていた段階ですので、それだったらですね、グリーン MBA っていうプログラムを私自身が中心になって作ってね、その中に貨幣改革を見れた新しいねビジネススクールを構築したいと、まあそういう意欲でビジネススクールでその活動を始めたわけですね。でどうもそれがある一部の方にはお気に入りに召さないようなことで、まあざっくばらんに言えば大学を追放されたと、まあ、そういうふうになったと思います。でもともとこの研究した時にはね、アメリカでこういう研究すると大学の職を追われるってことを知ってたんですね。だから私もそういうリスクを冒してまでもね、こんな研究
すべきかどうか迷った時期あったんですけども、これはでも私の研究じゃなしにね、システムダイナミクスという手法を用いてシミュレーションモデルを作っていく過程で、そのモデル自身がね、こういうふうにすればうまくできますという解決法を示してくれたので、そういう意味ではね、私のアイディアっていうのはほとんど入ってなくて、シミュレーションモデルが出してくれた結果に従って私がね、研究を進めてきたっていうことなので、それだったらね、そんなにね、今の時代に迫害とかですね、追放されるとか、そんなことありえないだろうと、はい、そういうふうに思ったんですね。そしたら、結果的にはどうもそれが原因で大学を終われたんじゃないかなというふうに確信を持つように最近なってきたんです。なるほど。その、公共貨幣であったり、そのシカゴプランの 120% の方々が幸せになるような、平等にそのお金を得ることができるような内容で、とてもいい内容に思うんですが、うん、なぜそのプランが発表することがタブー視されているんでしょうか。はい、最近よくですね、 1% 対 99% という言葉がね、話題になっているんですけども、数年前にはですね、オキパイ・ウォール・ストリートっていうですね、運動がアメリカで闇のことが広まった時があったんですね。その発想っていうのは 1%、 厳密には最近民主党候補のバーニー・サンダースは 0.1% と言ってるんですけど、そういう人たちが富のほとんどを独占してしまうと。で、そういうことが問題になってくるわけですね。で、そこら辺からそれを改革しないと全ての問題がうまくいかないっていう形にこう理解が広がってきたと思うんですね。なるほど。だからこそこのテーマがそのタブーになっているということなんでしょうか。だからウォール街から見るとね、やっぱりその自分たち今まで250年もそのシステムで利益を得ていた、その根幹を奪われるわけですから、これはとてもですね、耐えられないと、許し難いということで、こういうことをね、暴露する研究はね、一切認めないと、そういうことでタブーされてきたんですね。ところが最近はそのオキパイ・ウォールストリートって形で、そういう運動の展開もありね、あるいはソーシャルネットワークでいろんな人がですね、 YouTube とかその他のメディアでね、お金の仕組みっていうのが分かるようになってきたわけですね。そういう段階だからこそ、今こそそのタブーっていうのがもう崩壊しているんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、でそのタブー崩壊がね、最近で言うとヒラリー 1% 代表のヒラリー・クリントンが 99% 代表のトランプにね、負けると、ほとんどのメディアが100社のうちのね、6、7割が、民主党 の, ヒラリーをインドース支持すると。で、今まで共和党を支持していた新聞社 のほとんどがね、ヒラリー・クリントンにの支持に変わってしまうと、そういうですね、逆境の中でね、トランプ氏は 99% 代表として立候補して見事に当選したと、そういうふうに見た方がいいと思うわけですね。そういう一つの結果から見てもね、やっぱり 1% が支配していたそういう支配構造っていうのがね、徐々に崩れかかっていると、しかも急速に崩れかかっていると。で、ブレクジットってイギリスもね、EU から脱退するっていうことで、そういう傾向が出てきて、それがアメリカ の, 大統領選挙でトランプ当選という形で如実に、ね、出てきたと、うん、ということで、おそらく日本でもね、数年遅れて日本は欧米の影響を受けるっていう、そういう社会ですから、数年遅れで、あと1、2のうちにね、日本でもそういう現象が確実に起きてくると思っているわけですね。だから政治家の方たちもそういう流れの中でね、再度じゃあその元になった貨幣改革とは何なのかとね、新しいね、公共貨幣システムをこれまで続いてきた、250年続いてきた債務貨幣システムが変えるとはどういうことなのかということを、もう一度ね、自分の問題として、あるいは自分の社会の問題として考えていただいて取り組んでいただければと、そういう時代にもすでに来てるっていうことですね。なるほど。先生はトランプ新大統領も、アメリカで公共貨幣をスタートするんじゃないかといったことを、ご意見をお聞きしましたが、アメリカでもスタートし、日本でも何か新しい、貨幣の形がスタートするとお考えなんでしょうか。まずアメリカですけどもね、今アメリカのね、はい、借金っていうのはオバマ大統領の時は大体10兆ドルだったんですよね。ところがこの8年間に倍の約20兆ドルぐらいまでに増えてるわけです。で、
トランプ大統領は、ね、その20兆ドルの借金を抱えて大統領になるわけですよね。それで彼が大統領になってから就任3年で借金のうちの 54% を返済する、そういう義務を負うわけですよね。いや、どうやってですね、20兆ドルの 54%、 10兆ドルの借金をアメリカ政府が返すのかという、そういう問題に直面するわけです。まあ、一つはね、日本の財務省なんかがやっている借り換えですけどもね、借り換えでね、10兆ドルもね、借金を増やしていくことはとてもじゃないけどシステム的にできないと思うわけですね。そうなってくると、唯一残された解決策っていうのは、政府がね、リンカーン大統領がグリーンバックスというお金を発行したように、政府がお金を印刷して財務危機を乗り越えると、こういう解決法しか残されてないっていうのになると思うんですね。事実我々の改革をやっているグループの人も、はい、そういう形でね、トランプ氏は政府から発行するんじゃないかなっていうふうに期待を高めているところなんですね。で、したがってそのトランプ氏はもしそれしないとね、おそらく解決法はないわけですよね。だからそこら辺まで追い込まれていると。逆に言うと、日本も1000億円ですかね、借金を抱えて、500兆円、すみません、1000兆円ですね、1000兆円の借金抱えてね、さらに今度はまた借金を増やしていくとなると、これシステム的に考えればどこかで必ずね、これが行き詰まるわけですよ。それがね、今年になるか来年なるか再来年なのか分からないんだけど、これ 100% 確実にシステムとして行き詰まるわけですね。その時にどういう関係性があるのかということをやっぱり模索必要があると思うんです。で、私のように専門的にですね、この問題を考えてきたものから見るとね、もう公共貨幣あるいはシカゴプラン、これの導入によって解決するしか方法ないと思うんですね。だから早くそういうことに気がついてね、政治家の方も日本でね、貨幣とは何か、どこから出てきたのかとかね、そういうことを国会で議論していただきたいと。アメリカではね、イギリスでは超党派でそういうね、はい、ディベートがすでに行われているわけですね。あるいはオランダのもそうだし、ヨーロッパ諸国ではね、そういう議論が政治家の中で沸き起こっているわけです。それに対して全然無関心なのが日本の、ね、政治状況だと思っているわけですよ。だからお金少なかれこういう状況はね、もうすぐ打破されなければならないと、そういう時期に来ていると思うわけです。逆に今の政治家たちがにそれができなければね、若い世代の人たちにね、譲って若い世代の人たちにそういう新しいね、改革を日本からやってもらうしかね、日本の再生の道はないんじゃないかなと、まあそういうふうにちょっとね、最近思いになってきてるわけです。なるほど。圧倒的に日本の政治家の方たちも、そしてメディアの中でも今まで語られてこなかったということもあり、この問題を理解している人たちが少ないという状況があると思います。うんうん、そうですね。山口先生を中心として、ぜひそういった政治家の方や報道関係者、市民の方や地方行政関係者の方も含めて、そういう勉強会をぜひ企画させていただけたらなと思いました。そうですね、ぜひともね、そういうふうにして、はい、自分たちでね、お金とは何かという考え出すね、そういうきっかけを作っていただいて、はい、でどうすればね、そこが改良されればね、全て他のこともうまくいくと。つまり貨幣というのは単なるね、貨幣の発行権とかね、流通の問題じゃなしに体でいうと血流なんですね。血流がきれいになると白血病もなくなり、がんもなくなるしね、健康になるしね、それから長生きもできるしね、それから生きがいも出てくると、全てが良くなるわけですね。だから全ての悪の源である血流を良くすればね、全ての問題解決すると。で、貨幣問題でいくとね、まず公共貨幣でですね、政府の借金がなくなるとするでしょ。そうすると政府はね、フリーハンドでいろんなね、財政政策が出るわけですよね。一つは大学の授業料無料化もできるしね、それから最低賃金制も上げることができるしね、それから福島の原発の被害者も救済できるしね、それから環境破壊にも対処できるとね、もういろんなね、手が打てるわけです。だからその現況が債務危機で財政政策がほとんどできないという状況なんですね。それを打破すれば、おのずとね、健康になってくれば、スポーツもしたいしね、またね、活動もしてみたいと、いろんなね、希望が出てくると思うんですよ。その希望を持たす、そこのところさえね、やっぱり変えれば、すべては良くなっていくと。だから、いろんな問題にね、絞って、お互いにですね、争うんじゃなしに、
根本的なところを変えるところにね、努力していけば、すぐですね、良くなる社会が、国が再生できるんじゃないかなと、まあ、そういうふうに私自身思ってるわけですね。だから何を差し置いても優先順位第一位でね、貨幣問題を考えると、こういう政治状況になってもらいたいと思ってるんですね。今この量的緩和が民間銀行の当座預金の中でしか動かなくて、これが実体経済に降りてこない、生かされてこないという状況があると思うんですが、先生が考えられるこの量的緩和、国民の方に直接お渡しするといった新しいプランを考えてらっしゃるとお聞きしましたが、量的緩和はもともと日本で始まった政策ですけどもね、はい、同じようにヨーロッパでもこれしかないという形で欧州中央銀行とかも採用したんですね。ところがアメリカもそうですけど、ところがそれがことごとく失敗してるわけですよ。で、失敗の原因はね、何かっていうと、もう一つしかないんです。失敗の原因はね、中央銀行が量的緩和でね、貨幣を増やせばね、それが経済に行き渡ってね、インフレ気味になって経済活性化されるっていうふうに今までのマクロ理論は全て教えてるわけですけどもね、中央銀行ができるっていうことは、量的緩和でね、民間銀行が中央銀行に持っている準備預金、その数字を積み上げるしかないわけですね。で、日本でいうと例えば100兆円ぐらいの準備預金がもう今黒田総裁になってから300兆円ぐらいまでにね、膨れ上がっているわけですよ。ところがいくらね、銀行の預金口座のお金が増えたとしてもね、銀行は貸し出す先がなければね、そのお金使い道がないわけですね。実際にその経済が停滞している段階ではね、卵かチキンか卵かってロスになるんですけど、経済が活性化しないからお金使えないと、逆にね、お金がないから経済活性できないという、そういう状況になっているわけですね。だからその状況を打破するには、今のようなシステムでお金を流していくんじゃなしにね、直接その量的緩和で膨らませた、これマネーサプライの前のそのベースマネーって言われるお金なんですけど、その部分を増やすしかないわけですね。それを直接増やすというのが、イギリスなんかでは QE 量的緩和 for people の人々のための量的緩和しましょうっていう考え方にもつながってきているわけですね。それをもうちょっと具体的に言うと、200兆円ほどね、過去3年間に増やしたね、そのお金を銀行の銀行座に積むんじゃなくて、直接ね、政府がそれをお金を吸って国民にばらまけばいいっていうんですね。で、ばらまけ悪いと言われてるんですけども、これをばらまきが一つも悪くなって、逆にね、血流を良くして増やして経済を健康にするわけですから、だからどんどんそれやったらいいと思うわけです。そうすると200兆円っていうとね、国民一人当たり大体200万ですよね、はい、200万赤ちゃんからお年寄りまでね、200万お金もらえればね、経済どうなると思いますか。しかもインフレが生じないんです、それでね。だからそういうふうに量的緩和を切り替えていけばいいと。そのためにはね、その蛇口を、政府の方のお金を供給すると蛇口は全開するのはいいんですけども、同時にですね、民間銀行がこれではね使ってきたんです。もう一つ信用創造っていう蛇口、これを締める必要があるんですね。で、信用創造の蛇口を締めて、政府のその量的緩和によるね、新しい貨幣供給だけ増やすと。そうすればね、もう現金がすぐ流通に回りますから、即現実経済が活性化されると。で、これによってですね、誰も何も失わないんですよね。だからこんなですね、誰も何もね、失うものがない。で、銀行もそれによってね、活性化するわけですから、銀行の経営自身も安定してくるわけですよね。国債を持つことによって、国債暴落によるその銀行倒産という、そういう危機からもね、銀行自身が解放されるわけです。銀行にとってもいい政策ね、国民にとってもいい政策、こんな政策誰も反対しないんだけどもね、それが言い出せないのかと。言い出せない理由はね、まあ、そのシステムが分かってないから自信を持ってこれやろうという人はいないわけですね、はい、ちょっとそんなこと言い出すと、ばらまき悪いっていうですね、自民党の、ね、一部の人たちのそういう宣伝に乗せられるわけですけども、私はその人たちとね、論争したいんですよ。なぜばらまきが悪いのかとね、根本的にね、ばらまきが悪いっていうところを論争していけばね、ばらまきは悪くないってなっていくはずなんですね。そういう意味の学習会をね、提案していただいたようにね、ぜひともね、はい、やっていただければね、そこでどんどん議論したらいいと思うんですよ、はい。その時に私のね、マクロのシミュレーションモデルも提供しますしね、もう皆さん、全部コンピューターで自分でシミュレーションしながらね、考えていったらいいんですよね。そういうことでしかね、解決
に向かっていけないんじゃないかなと。あの政権交代でね、安倍政権を倒してね、今の野党が政権取ったところで 100% 問題は変わりません。もうそれは幻想にしか過ぎないんですよね。だから安倍政権を倒すためにね、エネルギー持ちるんじゃなしに、新しい社会を作るために、ね、安倍政権のね人たちも取り込んで、これは今まで過去で、ね、対立させられてきた対立軸から対立軸を乗り換えて、ね、新しい未来を作っていくっていう、そういう運動ですからね。だから全然今までの規制観念にとらわれた政治活動じゃダメだと思うんですよ。それができるのは若い世代ね、あなたたちのような若い世代の人たちがね、やっぱりあの中心になっていくしかないと思うんですね。まあそういうふうに思っています。確かにこのマネーの問題を見つめていくと、今まで与党対野党であったり、資本主義に対しての共産社会主義であったり、うん、これも全て超える形でどこにも見えてなかった、この一本の筋が見えてきて、ここから 120% の方みんなが幸せになる、そうそう、新しい社会を作るという一歩が見えてくるような気がします。そうですね。でその第一歩山口先生に来ていただいて勉強会ができたらいいなと思います。私もね、頭の中にある、ね、知識はね、無料でどんどんね、はい、扱っていただけるように、したいと思ってますので、いつでも呼んでいただければですね、はい、もちろん講師では何も見ませんからね、これはね、一緒にね、世の中を良くしていくっていう運動ですので、はい、ぜひともね、山口を、100% ね、使ってやろうっていう形でね、でねやっていただければ。本当に人類の宝だと思います。あと先生はここ、淡路島から今日は撮影させていただいてるんですが、この淡路島でも新しい構想をお持ちだということなんですが、はい、いいことを聞いてくれましたね。実はね、公共貨幣って本を出した時にはね、私自身はね、今現在起こりつつあるブロックチェーンによるね、ビットコインによる新しいね、貨幣改革ということにほとんどね、注目が集まらなかったんですね。ところがたまたま今年の夏にですね、ビットコインによる、ね、新しいね、通貨、これを私は電子貨幣と呼んでるんですけど、これを用いたね、貨幣改革しかね、そちらの方向に向かっていくと。逆に言うと、公共貨幣で行き詰まっていたね、その貨幣改革っていうのを、新しいフィンテック、あるいはブロックチェーンっていわれる技術を用いた電子貨幣のね、動きに連動させれば、もっとね、効率よくできるんじゃないかなというふうに思い出したわけですね。具体的にはどういうことかっていうと、政府自身が公共貨幣を発行するっていう時にね、電子貨幣を発行するんですよ、はい、そうすると今の法律にはね、通貨の単位と貨幣の発行についてのなんか法律があるんですけど、その中にはね、1円から500円までを政府が発行できるっていう、そういう条文があるわけですね。その条文にそれプラスね、電子貨幣も発行できるという、電子貨幣っていうのは一文字付け加えてもらっていいわけですね。そうすると政府がね、電子貨幣を発行して、即それがね、先ほどの話で出てきた QE という形でね、はい、支給できるわけです。でもこれにはね、やっぱり法律改正っていうちょっとね、ハードルあるんですけど、でもこのハードルっていうのはね、条文の一部改正ですからね、安保法案とかね、それからそういう TPP とか、そんな難しくいらないんですよね。一部パッと入れてやればすぐ変わることなんですけども、どの法案、どの条文をどう変えればいいですか？ですね、通貨の単位と貨幣の発行に関する法律っていうのがあるんです。その第何条でしたか、今ちょっと手元にね、本当はインタビューの時準備すればよかったんですけど、ないので、その一部をね、変えるだけなんです。で今のところはね、それさえもねしなくていいのがね、得なんですね。で得だとですね、その法律無視で新しいことに挑戦できるっていうのが特区ですからね。その特区制度を用いてね、こんなこと考えているわけですね。淡路島は農産物の産地です。海の幸、山の幸でですね、新鮮な豊富な食、魚介類とか農産物があるわけですね。でそれを例えば大都会にも出荷してるわけですけども、そういう時にやっぱり問題になってくるのは支払いの決算ですよね、はい、で今までだったら地域通貨を発行して地域を活性化するっていう運動はあったんですけども、そうじゃなしにね、このその農産物というのは大阪とか東京にも流れてきますからね、そこでね、はい、すぐ出荷すればすぐですね、支払いがしてもらえるという、そういう電子通貨、電子貨幣っていうのをですね、ぜひともこの淡路島の特区を作ってね、やっていけないかなと思うわけですね。そうすることによって、実験ができるわけですね。つまり政府がその公共貨幣っていうのをね、電子貨幣として発行して、
で、その貨幣を用いてね、淡路島 の人たち、それから都会の消費者がその支払いできると、こうなってくるとね、すぐですね、取引にそのお金が使えるようになるわけです。今のビットコインっていうのはね、ビットコインっていうのはあの金のインゴットね、と同じように、一応現在の我々 の通貨をビットコインに変えて、それで取引に使ってね、それでまた受け取った人は国内であれ海外であれ、またですね、その国の通貨に変えてやるという、そういうですね、金を仲介したような、そういう取引の形態になっているわけで、そうじゃなしに直接ね、そのお金で取引できるわけですから。だから自分の財布にですね、すぐですね、東京とか大阪の消費者がですね、お金振り込んでくれると、そういうね、メリットが出るわけですね。で、将来的にはここ5年か10年ぐらいには、おそらく世界の取引が全部そういう形態に移行していくはずなんですね。これほとんどの人はまだ注目されてませんけども、今の段階ではですね、もう銀行はね、その技術、これを一般にフィンテックの中 のブロックチェーン技術というんですけど、このブロックチェーン技術を取り入れて、なんとかですね、銀行の生き残りを図ろうと、そういうことを一生懸命やってるわけですね。で、銀行だけではなし、今度は中央銀行自身も流れに取り残されないということで、イングランド銀行とかね、それからドイツ銀行とか、それからカナダの中央銀行、そういうところが集まってですね、中央銀行のデジタル通貨を発行するとどうなるかっていう、そこまで研究進んでるわけですよ。それに対してほとんどね、何にもその興味示さないのが政府の活動だと思ってるわけですね。でところがもう公共貨幣というのは政府が貨幣を発行しないと機能しないという、そういうことですから、だからそのね、今銀行とかね、そういう金融サイドに引っ張られているそういう新しいね、ブロックチェーンの技術を政府の方に積極的に取り込んで、政府がね、それをして新しい形の、ね、通貨システムを作り上げてしまうと、そうなってくると、気がつけばね、過去250年続いた債務回避システムっていうのはね、自然となくなっているわけです。具体的にどういうことかっていうと、その新しいですね、電子貨幣ではね、各個人の財布が銀行の口座になるわけですよね。だから銀行にはお金を預金して、その預金で取引するという、そういうことなくなるわけですから、銀行業務がそれで必要なくなるわけですね。そうなってくると、今まで公共貨幣が目指してきたですね、銀行が信用層をなくすっていうことがね、もう自動的に技術の方からねできると、もうその時代が近づいているわけですね。銀行や中央銀行 のパワーがもう必要ないと、少なくなっていく、もうあなたのところのね、ポケットにある財布にね、全部お金が振り込まれたり、そこから支払いできるわけですから、銀行に預金する必要ないでしょ。で、その技術が2008年のビットコインで初めて人類が可能になったわけですね。だからそれからまだ8年ぐらいですけども、8年の間にですね、急速に広まってるんです。で、これはもう飛べようがないぐらいです。第2のインターネットの革命と言われているぐらいね、すごい革命で、エコノミストの雑誌によると、これはね、過去の複式簿記とかね、それから株式の持ち合いとかね、ああいうですね、資本主義の制度を作ったね、ああいう200何年前の制度改革に匹敵するぐらいの革命が今始まったと、そこまで評価してるわけですよ。ところがほとんどの人はそれに無関心ね。で、関心が深いのは、銀行家たちはそれによって自分たちの存在がなくなるわけですから、なんとかそれ技術を取り込んで生き残りをかけようということをやってるわけですね。私はそれはパッチワークっていうことで機能しないというふうに言ってるんですけども、で、その新しいですね、研究成果をこの来年の2月のね、シンガポールの学会で私発表する予定ですけども、その中にはね、公共貨幣とそのブロックチェーンを用いたり、新しい技術に盛る電子貨幣を発行すればね、これまでの問題一気に解決しますっていうのを提案してるんですね。で、政府のね、もう入ってもらった新しいですね、そういうね、電子貨幣のプロトコルっていうのは、これはコンピューターの取引の約束、それを決めようじゃないかなと。で、それが決まってくるとね、税金の徴収も非常に簡単になるわけですよ。消費者が電子貨幣で取引のね、決済にお金が来ると、その何パーセントが自動的に政府に入ってくるとなるとね、これは税務省とか、その徴税 のコストがなくなるわけです。で、政府にとってもこんな素晴らしい制度ないわけですよね。だから、これ多かれ少なかれそういう方向に行くので、早くね、その新しい流れに乗っ取ったね、動きっていうのを日本初で私はやっていきたいと。で、そういうことでその論文が出た後にはね、ここの淡路島とか東京でね、そういう会議をできればね、皆さんと一緒にね、開催して、新しいうねりを起こしてね、
それ一気にね、あの公共カフェ、うん、開局をやっていきたいと。なるほど。あのこの肉厚の淡路島の肉厚の玉ねぎが政府の公共電子マネーで買える日がもうすぐ近くに来てるかもしれませんね。もう確実にそうなってきます。でこの技術の流れっていうのはね、やっぱりインターネットが出てね、10何年20年でしょ、そう20年前の我々今のような、ね、インターネットのねとかソーシャルメディアの、ね、こんな利用考えたかって考えてなかったんですよね。だからそれをね、もう10年あの先2年先延長すれば確実にね、支払い決済手段がそういうに変わってくるわけです。銀行なんか不必要と。ただ銀行が残るのはね、そういう、それでもやっぱり余ったお金をどこに投資するかっていうね、そういう貯蓄投資のね、その投資先のその斡旋業務、これは残ると思うんですね。今の証券会社がやっている業務ですけども。で、銀行はね、だから証券業務を証券会社と競争しながらやっていくと、そういう分野しか銀行は行き損ねないと。まあ、そう思ってるわけですね。だから意識ある人たちはもうすでにそちらの方向に行こうというふうに思えてるんですよ。だから今のところはそういうね、全くどういったらいいのかな、我々夢に見たね、そういう新しい技術が利用可能になったという、そういうね、素晴らしいね、歴史の転換点に来てると思うんですね。そこのところ私自身最近やっと分かってきましてね。だから貨幣改革もこれに乗せるとですね、一気にうまくいくと。しかもですね、フィンテックでね、お金儲けしたいっていう若いね、コンピューターのエンジニアの人がたくさんいるわけで、そういう人たちをね、銀行のしもべにするような技術開発に行くんじゃなしに、新しい社会を創造する方向にね、方向転換をしてね、新しい方向に招待してあげて、彼らと一緒に新しいね、公共貨幣のシステムを作っていきたいと、そう思ってるんですね。今の若い人たちも、なぜこんな社会にね、今の自分たちのね、親がしたのかってことで、ものすごく憤っているわけですよね。だから新しい社会を作ろうっていう、そういう人たちがね、フィンテックやってるコンピューターのエンジニアの中にもたくさんいるわけです。そういう正義に燃えた人たちと一緒にね、新しいテクノロジーを用いて、会社制度を変えていこうと。250年続いたシステムはもうこれで十分だと。で、そういうふうにちょっとでも思ってくれればね、皆さんそちらに流れてくると思うんです。その流れを作っていきたいなと。そういうね、まあもう私ももうすぐ消えていくあれ、老研究者ですけども、そういうことを夢見ながらね、まあ頑張っていきたいと。システムダイナミクスの研究者のね、ジェイ・フォレスターさんって私の尊敬してるね、先生ですけど、98歳で亡くなられたんです。つい1ヶ月前に亡くなられたんですね。で、彼はシステムダイナミクスってやってるとね、頭の中のシナプスっていうのがね、うまくそのシステム的にこの組み合わされて脳が活性化するんですよ。だからね、システムダイナミクスが私のような分野を研究してると長生きできると。で、フォレスターさんは98歳まで生きれたわけですからね、そうすると私ももう30年ぐらい頑張れるなと自分でそういうふうに思ってるんですね。だからそういう意味ではね、若い人たちをまだやっていける時代がもうちょっと残っているのかなと。でも肉体的にはね、やっぱり衰えてきてますから、やっぱり若い人たちにね、こういうビジョンを受け継いでもらって、新しい未来をね、若い人たち自身の手で作ってもらいたいと、まあ、そういうふうにね、希望してます。ありがとうございます。どうも今日は貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございます。ちょっと喋りすぎましたけど、はい、ありがとうございます。